ゼロワンが最高年齢ってことは当時、だ11個です。11個そんな離れてたんだ。
卒業した月ですね。ああ。そのバイク事故で入院して、看護師さんと仲良くなって、自分の病室でエッチした。え、そんなドラマみたいなことあります？あった。でも結構ね、ストーカーみたいな感じで、足怪我してたから車椅子だったの、はい、でナースステーションに一人だけ夜勤が孫さんいるんだけど、車椅子でナースステーション勝手に入っていって、その看護師さんのバッグを見つけたの。そしたら携帯があったの。俺の番号入れて番切りさせたので、夜勤が終わるじゃん、俺が電話したの、夜勤明けに。なんで私の番号知ってるの、俺だよとか言って電話したの。誰ですか、俺だよ、何丸何号室の三枝だよ。なんで知ってんですか。ちょっとこれこれこうで、何させずに勝手に入って、勝手にバッグ漁って携帯見つけたから俺がワン切りしたよ。気持ち悪いって言われて、犯罪だよそれって言われて、ごめん、でも我慢できなかった。もしこれいつ退院できるか分かんないけど、退院したら付き合いたい、デートしたい。そしたらその次の日からやっぱなんかちょっと女を出してきたわけよ。本当に私のこと好きなのみたいな。うん、あっちもまんざらじゃなかったの。当時その看護師さんは30歳ぐらいだったんだけど、いや逆に犯罪だよってそう、逆にお前も犯罪だよみたいな、うん、俺16なんだけど、うん、で仲良くなって付き合ってはないんだけど、俺エッチしたことないんですよって。どうやってやるんですかですかね、興味津々だから。その人はもう大人の女性だからさ、あら可愛いとこあるじゃないみたいな感じで、巡回で来たのよ。夜6人部屋の大部屋で入院してて、引きずり込んで、ズボン脱いで照らしてもらって怪我してるし、 AV 見てと思って、なんだこれやと思って、そしたら俺若大将って言われてたの。若若って言われてたの。若お前昨日めぐちゃんってやっただろ、バレてんの、喘ぎ声で、あめちゃくちゃ恥ずかしくて、黙っといてやっから酒だよこせって言われて、カツアゲされた。俺3000ぐらい取れる。それが初めてのエッチ、看護師さんと。非常位で外で止めてやるって結構難しいよね。 なんか行きそう行きそうみたいな感じで言ったね、ジェスチャーやった。声出せないから。ああ。やったのかな。さあちょっとどいてくれて、俺のお腹に射精したの。AV です。完全に。足痛くなかったですか。大丈夫だった。こんなことあるんだなと思って。俺それ調子に乗っちゃって。また次の看護師さん行ったの。あのさ、前から好きだったんだけど、同じ病院です。そう、クズ。そしたら携帯番号を教えてくれて、連絡取り合ってて、退院したら付き合うねってさ。そしたらエッチした看護師さんが近づいてきて怒ってんの。あんたさ誰でもいいの。いや、何のこと言うの、何のこと。もう一人の看護師さん、私友達なんだけど、相談受けたんだけど。やばい。両方ダメになっちゃった。
違うんだよ、顔の系統とか服とかもね。そこ友達なのかよみたいな、一緒に喋ったの見たことねえよと思う。相談受けてたらしい、患者さんからこういうこと言われてどうしよう、ちょっと待って、どこのやつ、あそこの三枝さんだったよね、多分そのエッチした方の看護さんも、どういうことってなったよね、多分。いなかったらワンチャンいろんな人とね、交流があったんじゃないの。